皆様こんにちは。こんにちは。アップバンクスターウェブ店長の伊沢です。はい、伊沢が今回はキャンペーンではなくてお知らせ、はい、お知らせ。アップバンクストア、はい、画面が出ております。ここにですね、特にバナーがいろいろ入ってるんですけれども、はい、これか。それです。ブレフロ総選挙トップ5ユニット、iPhone ケース発売、まあ、ディズニー特集をしちゃった。ディズニー特集をしちゃった。こっち。それです。違う。ランキングをしちゃった。これ。それ。はい、来ました。はい、実はですね、アップバンクストアが、ブレフロってゲームあるじゃないですか。知ってる。エイリムさん、知ってる会社、はい、エイリムさんと協力をして、はい、総選挙をね、アップバンクストア内で行ったんですよ。あらま、いつの間に。はい、先週じゃない、先月かな。ほう。行って、で、上位の5キャラを iPhone ケースにした。おお。で、予約取って結構好調で、ほうほうほう、これがついに発売になりましたの。おお、おめでとうございます。ブレフロファンの皆様、おめでとうございます。で、1位、ルナリス。ルナリス。もう勝手に言っちゃうけど。言っちゃっていいですよ。めっちゃ、これはね、ダントツで、投票があります。全部でもう数千人かなり集まってですね。セリフもついてる。こんなにたくさんの人が私が1位になることを望むのにありがとう。心から俺を。 5S5 あとは 5C 用です。はい、はい、で2位がセフィアさん、セルハさん、ティリスさん、リリスさんまでが5位。5位。ケースを買うと得点コードがついてくる。そう、これ見てください。おー、ヨーマを各1体ずつ、そう、4体も。あ、1個につき。1個につき。おー、これはあれでしょ、経験値が多いんでしょ、どうせ。そう、あーっとね、違う。ステータスアップ。へー、経験値じゃない。すげえ。で、あの上位下までずーっと行ってもらうと、あ、シールもあるんだ。シール、おー、これもあります。で、こんなにたくさん順位が出てる。すげえ。1個1個に全部ね、あのコメント本当や入ってるんですよ。ちょっと気合い入って。皆さんファンの方、ぜひともアップバンクスターのトップからブレフロのページを見てみてくださいね。まずグッズ特集とかあるの？ありますよ。この総選挙と、あとは通常で CD とか、おメタルチャームとか、かっこいいケースとか別にも。そうです。で、人気なのがパズル。あ、あるね、パズル、うん、パズルがあのすごい。へー。特にね、一番下のこの美しき陶器、ね、はい、が人気です。こちら。ほー。パズルといえば、ヤノマンさん。ヤノマンさん。はい。いろんなパズルを作ってる。はい。はい、そんなわけで、手元にケースは全部ある。ある。じゃあ1位からちょっと一個一個見てみましょう。はい、5C と 5S あります。1個目。1位、ルナリス。ルナリス。で、2位が。はい。はい。2位が、下行ってもらうと、セフィアですね。セフィアが、これだ。はい、セフィアさん。あの、結構ね、細かいところで表現できるようにしましたですね。うん。で、ちょっと1位から5位までほぼ光属性になってしまったという。おー、闇1個残り光っていう。3位はセルハ。はい、あ、こちらセルハさん。はい、4位がティリス。ティリスさん、これはね、ゲーム上でナビゲーションしてくれるキャラですね。で、ティリスだけ、2個書いてある。等身の高いのと、ちょっとデフォルメされたのと。はい、はい、最後はリリス。こちらがリリスさん。はい、ちなみにまずは 5S の方のケースの形を見せると、まあ、カメラ穴バッチリ開いてます、うん。ボリュームとかマナーモードとか触るところはこんな感じで広めですね。はい、で、そこもこんな感じ、厚みはこんな感じ、非常に薄いですね。はい、いいですね。引きやすいです。手にフィットしますね、はい。で、 C がこちら丸いカメラのままでバッチリですよ、はい。で、横はこんな感じになってますね。マナーとかボリュームのところはこんな感じでございます。で、そこも全部がっつり開いてますと。こちらもいいケースですね。薄いですね、これも。はい、使いやすいです。あの、反対側が見えてますかね。いいですね、はい、フィットします。多分端末にも手にもすごくフィットしますね、これは。はい、じゃあ実際に、ケースのシリアルコードどこについてるかなんですけど、ケースはこのような形でパッケージに入って発売されます。シリアルコードの入手方法はこちらに書いてありますので、うんうんうん、ご確認、背面ご確認ください、はい。で、ケース開けますね。開けると中に、おお、ここに書かれてるんだ。書かれてる。はいはいはい、はい、ここ実はね、シールが
あるんですけど、ここを剥がしてもらうと、おお。こちらをご入力の上、モンスターをゲットします。はい、はい、モンスターの受け取り期間、はい、発売日が、まあ、8月の末なんですけども、8月の20日から、2014年の8月の20日から2015年の8月の19日、うん、1年間、まあ、1年間ですねになっておりますので、こちらご確認ください。はい、はい、で、あとシール他にもということですね、はい、で10位まではこちらのシールになります。開けていい？開けていいです。反射しちゃうから。はい、これがね、実はね、ちょっとこだわりのシールなんですけど、普通シールって結構あの紙に印刷するじゃないですか。おお、透明なんだシール。透明透明、これいいね。パソコンとかそれこそ携帯とかに貼ってもらっても綺麗に、どこにでも貼れちゃうよこれは、これはいいね。で、下の方に行ってもらうとアイテムとか属性のやつとか細かいのもあるんで、はい、ぜひぜひアップバンクストアをご覧ください。ご覧くださいませ。絶賛発売中。透明のシールは本当にね、 Mac に貼ってもいいし、うん、さっき言った iPhone の背面に貼ってもいいし、どこに貼ってもいいものですよ。はい、はい、ということで、ではアップバンクストア、はい、グレフロコーナーをご覧ください。皆様よろしくお願いします。概要欄にリンク入れておきます、はい、では以上でございます。さよなら。ご視聴ありがとうございました。YouTube でご覧の方はチャンネル登録を、ニコニコマックスのライブでご視聴の方はお気に入り登録を、何卒よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。